はい、皆さん、こんにちは、コンコン TV です。今日はケランチムなんですよ。ですが、今日はすごく簡単に作るケランチムで、電子レンジですごく簡単なケランチムを作ります。前回紹介した爆弾ケランチム作りましたか？クラマスのためにずっと混ぜたのはちょっと大変でしたよね。今回は電子レンジで簡単バージョンで1回だけ混ぜれば十分なんですよ。前回紹介した爆弾ケランチムまだ作ってない方、作ってみてくださいね。それで作り方すごく簡単です。作りに行きましょう。レッツゴー。電子レンジで使える容器で直接作ります。卵4個、料理酒大さじ1、白だし大さじ2入れてよく混ぜ混ぜ混ぜですよ。野菜はリードに分けて入れます。だいたい3分の1ぐらい残して入れてくださいね。細かく切った万能ネギ2本、細かく切った人参大さじ2、だいたい5分の1本です。好みの野菜入れてくださいね。今回は卵4個なので水200ミリ入れます。卵1個あたり水50ミリですので、卵の量を合わせて水を入れてくださいね。電子レンジ600ワットで1分加熱します。周りが固まったら一旦取り出して全体を混ぜます。残しておいた野菜を全部入れます。また電子レンジで600ワット6分間加熱します。全体的に固まったら完成。食べる前に好みでごまやごま油かけてください。これで完成。はい、簡単バージョンの電子レンジケランチム、はい、すごく簡単ですよね。忙しい時にこの電子レンジケランチムおすすめです。ごま油もかけて食べたいんですが、まずこのままで炊いています。うん、これしても美味しい。うん、うまっ。わあ、うん、全然卵の臭みもなくすごく美味しいんです。ごま油をかけていますね。大さじ1分の1ぐらい。うまっ。うん、はい、皆さんいかがでしたか？電子レンジケランチムすごく簡単ですよね。忙しい時や家に卵しかない時にぜひ作ってみてくださいね。もちろん野菜なしでもこの卵だけでも十分美味しいです。それでは動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。また次のレシピも楽しんでくださいね。とばなよ、コンコン。